中国では習近平国家主席が異例の3期目続投を目指す秋の党大会に向けて、これまでの実績をシリーズでアピールする中国共産党のイベントが始まりました。共産党主催の会見ということで、会見場もいつもと違って真っ赤になっています。シリーズ1回目の今日は司法改革に関する内容です。22日に始まったのは、習主席の在任期間を振り返る中国のこの10年と題した会見です。初回は最高裁判所の幹部などが登壇し、中国は特色ある社会主義の司法改革の道を歩んできたとして、司法の公正さや透明性が向上したと主張しました。今後も貧困からの脱却や科学技術の発展など、習主席が成果とアピールするテーマを取り上げ、3期目の基盤固めを進める狙いとみられます。